ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。お父さん、プレゼント開けてもいい？ああ、いいぞ。お父さん、このプレゼント。うん、そうさ、これはね、ミキプルーンの苗だよ。ちゃんちゃん。はい、ソニックさんです。何をしてるんでしょうね。あ、しまったしまった。みんなを、あれだ、幸福に導く、ソニックドラゴルグチャンネルのソニックさんです。そんな感じですってね、もう、パリッとシャキッとね、そんな感じでですね、一日何本動画上げるつもりなんやね。いや、なんか分かった分かった。ソニックさんと Google AI との戦い、いや決着つけたるぜ。結局ね、この手の動画をね、なんか、一日2本か3本上げたらね、ソニックさんはスターダムにのし上がることができると、だんだん分かってきた気がする、そんなソニックさんです。はい、OK、じゃあもうそんな感じでね、今日はね、サクッといくよ。君たちがね、ソニックさんの動画を選ぶように、ソニックさんもたまには君たちを選んでみたい。今日のお題はこんな感じで言ってみようと思う。せーので、ドロンチョ！お相手と相思相愛の人だけ選べる、次にするべきこと。うん、今日はとっても君たちを選んでしまう。君たちは、you and your fiancé や、その恋人や、なんか、エッチしてる人は、相思相愛かい？愛し合ってるかい？というところでね、お相手と相思相愛の人だけ選べる、次にするべきこと。うん、厳しい。とても厳しい。そうです。もしかしたら君は今日は該当しないかもしれない。そんな該当しないかもしれないあなただけれども、もしかしたら、うん、なんかいいか、かもしれないよ。そんな感じでね、今日はサタデーの SAT みたいなね、 SAT と並んでいるとなんかあれだよね、なんかもう暗殺チームかね、サタデーナイトのなんか略かどっちかしか思わない、そんなソニックさんです。じゃあね、 SAT どれにしますかね。もうそんな感じね。はいね、そうですね、うん、はいはいはい、まあね、じゃあ S に行ってみようかね。 SS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 
なんですね。デカメロン伝説ですよ。ね。はいはいはい。オッケー、じゃあそんなんでもう早速ね、今日もさっさと終わるわ。あ、もうソニックさんのね、あれです。あの、ディープインサイド、そうね。ディープインサイド違う。イントゥーディープや。何も間違えてるんや。自分で考えたスプレッドやねんけ。まあそんなんですね。ソニックさんのイントゥーディープですね。深くに入りましょうね。はい、お相手と相思相愛の人だけ選べる次にするべきこと。あなたがするべきことです。はい、こぴょーん。まずですね、あの表面上、うん。一番上に出ました。これはですね、意外や意外。うん。あれです。連絡を取らない。うん。すごいですね。相思相愛にもかかわらず、まず連絡を取らない。でもこれはですね、あなたが、訓練期間に入ります。掃除のために未来では回収予定なんですけど、そのためにスキルアップをしたりとか、うん、あとはこう、病気になって回復を待ちとか、そういった意味で、今は連絡を取らない。まあ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 、そういう相思相愛もあるかもしれないですね。はい、次行ってみましょう。ね、心の深いところ。バーン。はい、次はですね、うん。有利なポジションでのためですね。立場的に有利になるためにね、未来にね、向けて、動く。じゃあもう一発深いとこ行きましょう。バン。はい、これはですね、うん。はい。終わったことは戻せないですね。うん、腹水盆に帰らず。これが一番根底にあります。うん。まあ、とにかく、あれですね。あなたが、あれなんですけど、相思相愛は OK なんです。相思相愛は OK なんですけど、例えば、仕事でも、なんかストレスで心を病んじゃったとか、そういうバックボーンがあるのを終わったことは戻せません。でも、かかわらず、まあね、立場的に有利になるために、未来に向けて、今は連絡を取らない。だけど、スキルアップをする、これがね、お相手とね、相思相愛のね、お相手のためにあなたがするべきことです。一応選んだ人ね、もうこういうこともありますわな。うん、だから、なんでしょうね。なんか、とてもいいと思いません、ね、こういうのって。ね、すべてがうまくいってるわけじゃない。だから、そのね、これ、ね、お相手と相思相愛の人だけ見られると言ったにもかかわらずね、見てしまったろ、君たちは。まあ、そんなんでね。だから、いいですか？なかなか大変な人もいるんです。みんながみんな相思相愛と言って、ハッピー、ウフ、キャッキャウフなわけじゃないんですよ。こういうように、心に傷を持ちながら、未来に向けて頑張ってる人もいるということでね、うん、じゃあみんなで頑張ろう。
構相思相愛なんでね、みんなで、あれだね、こうね、ソニーフラッシュしてね、頑張ろう、この一を選んだ人、ね、応援してる、ね、未来のためになんか動いてみようね、そんな感じで今日は行ってみようね、あと2つ残ってるからね、OK、次はね、サタデーの A、A に行くよ、ね、A に行くぞ、さあ、みんなも一緒に、せーの、A に行くぞ、ドローン、ちょっと。オッケー、次は A ですよ、2番目ね、いいですか、何度でも言いますよね、相思相愛の人だけ見てくださいと言ってるにもかかわらず、多分藤川さんあたりがこれ見てんだと思うよ、2番目ね、行ってみようか、せーのでポン、はい、まずですね、相思相愛のあなたが相手のためにするべきこと、はこれはですね、過去の方向を向いてますけど、お互いに持ちつ持たれつです、いいですか、向こうもお仕事があります、あなたもお仕事があります、まあそんなことがあって持ちつ持たれつ、まあね、まあでもそれが向こうにも家庭があります、こちらにも家庭があります、持ちつ持たれつの場合もあったりするんですけどね、まあ相思相愛なんだって、まあね、はい、じゃあ次行くよ、ディープインサイドね、そうそうそうね、あ、そうそう、イントゥディープですね、なんでしょ、今日間違えちゃう、ポン、ダメダメダメ、自分で考えたスプレッドなんだからね、そう、イントゥディープ、深くに入っていきましょう、深くに入りましょう、じゃあ2つ目ですね、はい、はい、なぜならあなたはあの人は悪魔ではないけど魅力的な厄介者、そうですね、あなたは未来に向けてあれですよね、必要なものをセレクトする男だから、相思相愛なのにね、困ったね。じゃあもっとディープに行ってみましょう。ディープに行ってみましょうね。これはですね、未来に向けて終わったことは戻せない。なんか相思相愛、まあ相思相愛ってことでいいでしょう。まあね、とりあえずね、まあ相思相愛なんですけど、未来はあれですね、魅力的な厄介者ですね。なんかね、ちゃんちゃん、はいはい、もうさっさと行けね、これもうとにかくな、今日はな、そうそう、これはあれだから、だってもう回転数稼ぐための実験動画だから、そうそう、まあとにかくあれですよ、まあ一応ね、持ちつ持たれつだけど相思相愛、相思相愛なのかな、でもまあそういうことでめくったからそうでしょ、まあね、もうでも初めに言ったやん、だからこうね、お相手と相思相愛の人だけ選べる、次にするべきことでもこれ選んだろ本当に、でもなんかそんな感じだったろタロットさん知ってんだって君がここに来ることを、はいはい、そんな感じですね、じゃあ次もさっさと行くよ、 T、 これあれなんじゃ、もう歴代なんかめっちゃ短い動画になんじゃねえのこれね、はい、行くよ、じゃあソニックさん次はね、なんか T バックの T、 そればっかりだね、はい、行くぜ、せーの、みんなも一緒に見よう、せーのでドローン、ちょっ、おきゃー、タキーです、翼です、T&T です。若葉っちゃ、いや、それ B&B だから。ね、本当に。もう全然芸風がわかんない。まあ、そんなんでね、ソニックさんですね。あなたがわからない。ソニックさんがわからない。まあ、わかんなくていいけど、A4?A4?A4? ね、そうそうね。森の妖精です。なんで知りたいの？いやいやいや、それ、くどいな、これな。でも定番化するか、これ。よし、行くぜ。T な。まあ、T を選んだな。何度も言う。これは演習ではない。いや、そうじゃん。お相手とね、相思相愛の人だけ選べと言ってるからな。一応な。よし、行くぜ。はい、まずですな。はい、これがですね、まず、ね、あなたが次にするべきこと。はい、これはですね、あれですよ。ね、勝ちました。勝ちましたけど、微妙な勝ち方をしましたね。これは、後味の悪い勝利です。後味の悪い勝利というのはですね、手っ取り早く幸せになりたいので、なんかそれなりの結果を選ぶ。これが次へするべきことですね。相思相愛、なかなか疑問ですな。まあね、まあそれでこれです。あれです。2番目に選んだ、このカード、太陽。ですね、これはですね、無茶な誘いに乗ります、口頭無形な誘いに乗る、そうですね、楽になりたいから、なんかやばいな、朝まで愛の逃避行ってやつですか、なんかもうね、マッチでーすみたいな、はい、そして3つ目が、まあ、全部未来志向ですね、未来志向で、ギリギリ勝利ね、もう、巻き込まれて勝利にね、なんかよくわかんないうちに巻き込まれて勝利に行ったところからね、妥協で楽になり、もう将来はね、よくわかんないけど無茶してしまいたい、そんなところでね、3を選んだ人がね、無茶に向かってガー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 っていうところですね、はい、じゃあ今日ここまでね、はい、どうですかこれね、お相手と相思相愛の人だけ選べるね、次にするべきことをね、まあそんな感じでしたよ、まあソニックさんですね、まあ今日はもうサクッといきましたね、もうこれは Google AI とソニックさんの戦いですまあいいんですけどね、はい、ね、ソニックさんタロットライブやってますね、日曜日と水曜日に、あとはですね、お友達がいっぱいいます、でも今日はですね、リンクはですね、淡々とね、43みさみささんをね、プッシュしてみましょうね、あとはですね、Facebook でね、
あれです、占いの解説してますカードもね、8割ちょっと超えてるかな、まあそんなんでね、そこから勉強してください。で足りない部分はソニックさんね過去動画を見てくださいね。そんなあとねここならで占いやってますね。うん、まあね11月はFacebook じゃねえや、YouTube 強化月間なんでね、ちょっとここならの件数減らしちゃって、なんかちょっと、ね大変かもしれないけど、みんなアクセスしてみてくださいね。はい、そんな感じですね。じゃあ最後のね次のねあれです、こうクリックしてねソニックさんチャンネル登録してくれると大好きだからね、そんなチャンネル登録稼ぎの歌をねいきましょう。明日は卒業式だから、これが最後のチャンスだよ、指の震えを抑えつつ僕はダイヤル回したよ、君のテレフォンナンバー6700。あなたが好き、死ぬほど好き、この愛受け受け止めてほしいよ、男らしく言いたいけど、おきどどきどきどきめて言えない、リンリンランラリュウエン、リンリンランラリュウエン、リュウエン行って幸せ食べよう。どこ行きてんだよ、リュウエン。ソニックですね。うん、そうね。ホテルは呪落。めちゃめちゃやんけ、今日ね。はい、そんな感じでしたね。はい、ありがとうございました。See you, ciao!